北琉球方言、または、奄美、沖縄方言は、奄美群島と沖縄諸島で話される、琉球語の方言の総称。琉球語の回駆文として、南琉球方言と対応なす。北琉球方言の回に位置する、各方言を言語とみなす立場からは、比琉語族、琉球語派の北琉球語群あるいは奄美、沖縄語群と呼ぶ。回駆文は議論中であり確定していない。 北琉球方言の改区分は、かつては、奄美方言と沖縄方言に二分する説が有力で、さらにそれぞれを南北に二分する区分もあった。一方、上村幸男、刈又茂久らは、沖野選ぶ島から沖縄北部までを一つのグループと見る三区分説を唱えた。刈又は、徳之島と沖野選ぶ島の間の方言協会は、 沖縄北部と沖縄南部の間よりも大きいとしており、S のローグでは、この徳之島、沖野エラブ間を境界にして南北に二分している。中本正友による分類カリマタ等による系統分類。ユネスコの危機に瀕する言語も、この分類に従っている。S のローグの分類以下に処方ことにおける動詞活用を示す。五段活用形を代表して飛ぶ。 一段活用形を代表して、切るにあたる動詞の活用を示す。執行形、未然形、条件形一、命令形、連用形、連帯形一、禁止型は、ほぼ、日本語の活用に対応した形が現れる。一方、終止形一、終止形に連帯形二、受かかり欠形、がかかり欠形、条件形に順体形は、連用型に、 折りがついた形から派生した形である。また、接続型は手のついた飛び手、着手に対応する。ありがとうございます。